はいつも FX の相場解説ご覧いただきましてありがとうございます FX のねこの相場解説もそうなんですけどもずっとチャートの動きとか見ているのってだん,だん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 苦痛になってくる方とどんどんね楽しみになってくる方がいるんですよそれはどうしてかっていうと仮説を自分なりにしてみてそしてね その仮説が誰かと一致していた場合、あ、これはちょっと自信になるなとかね、思うわけなんですよ。あとは自分の仮説と他者の仮説が違う場合、そういう考え方もあるなっていうふうに、どっちにとっても自分に対して学びになるなと感じれる人は、これは面白くって続けられるんですよ。でも逆にですね、あの、そうじゃなくってね、自分が仮説をしてない場合は、ただ人の仮説を聞くだけなんで、だんだん退屈になってくるんですよね。最初のうちは、 いろんなところに気づけていいなと思うけども、だんだんその気づきがですね、気づかずになってくるんですよね。これはどういったメカニズムかっていうと、慣れてくるんですよ、悪い方向に。で、慣れてくるのでも、いい方向に慣れてくるのは、あの、苦痛ではなくて、好奇心がね、先に立っていって、発見することが、まあ、常習化していくっていうことですよね。で、新しい刺激、発見があるもんですから、どんどんどんど、んどん人の解説とか、自分の解説に興味が出てくるってことになります。さあ、今度は、 金曜日の夜の1時間足を見ていただいてるわけなんですけども、ここからどんな気づきがあるか、まずは自己解説からしていこうと思います。自己解説っていうのは、今までできたチャートの動きによって、えー、どこにどんなテクニカルがあるかってことを後付けしていくものです。で、この後付けは非常に大事なんですよ。例えば、ここにレンジがありますよね。このレンジっていうのは、起きている最中、この辺では分からないわけなんですよ。どのぐらい早く気づけるかによって、利益を取るポイントが変わってきます。 例えばこの辺で気づけた方っていうのはレンジオプションをここで引けるわけなんですよねそうするとその後で来るべき天井に張り付いて下ここの波動が取れていけるわけなんですよプラスレンジオプションに気づけた方はここのブレイクアウトが取れるわけですよねそういうブレイクアウトのポイントっていうのも一番直近のこの安値を切り付けたこのひげ先ここを越えたらセルで入ろうっていうふうに思うわけですよねそうするとどこまで伸びるかわかんないけどもこのブレイクアウトの結果的にはここまでが取れてるわけなんですよね また上ヒゲが出てることに注目する人は、次の上昇波動は、これは押し目だってことに気づけるわけなんですよ。まあ、ですんで、ここでまたネックラインを越えた時にセルで入れるってことになります。で、今度また下ヒゲが出てるでしょ下ヒゲってのは上に行く勢いを表してますんで、今度は上昇してるわけなんですよ。まあ、ここが取れるとは言いませんけども、じゃあ、この上昇がですね、 ここを突き破るんだったらまた倍の方に振り向けられるし突き破らないんだったら跳ね返って下に行くだろうし突き破るか突き破らないかわからないけども途中で反転して下に行く時っていうのはやっぱり同じようにヒゲ先を越えた時にセルで入れることになりますで次なんですけどもここから上昇してまた押し目かなと思ったんですけどもその時にこのネックラインを越えるかどうかを見ていくことができます実際はちょっと超えたんですけども急速に押し戻されて下の方に大きく下がっていきましたつまりは N が重なりましたよねってことなんですよ というところで、もう一発 N が来るのかなと思う、この上昇波動なんですけども、これはそうではなくって、さすがにですね、レンジを引くだろうっていうことが分かるわけです。そこはどこで分かるかっていうと、ここで分かるわけなんですよ。ここで跳ね返ったところが、こちらと同一水準なんで、あ、これはレンジの状態ができたなと思うわけですよ。あと、過程は決めにくかったんですけども、だいたいもじゃもじゃしてるこの辺をね、取っていくのがいいんだなかろうかと思います。まあ、結果的には、私もここに引いて、この四角の中にね、 この四角の中に値動きが来たら倍で入ろうかと思ったんですけどもそうなる前に上の方に行っちゃいましたんでちょっとエントリーはできませんでしたけどもただただですよここを超えたブレイクアウトを取れるわけですよ同じようにここのヒゲ先ですこのヒゲ先を越えたところから倍で入ればいいわけでしょでそしてここが揃ったところでえー理をすることができて、えー、今度はこれが全体的に見てこれからの動きですけどもこれからの動きをどうするのかってことなんですが ここで今転換予兆なのかなと思うことができるわけですよ。そうするとここでもう一個上がってるでしょ同じようにここでも上がるんじゃないかなってことを考えることができると、ここは上昇に向かうんではないかなと。安値切り上げ、高値切り上げっていうのがね、起きてくるんではないかと思えるわけなんですよ。で、全体的にはこういったものがまた戻っていく。これがもしかしたら転換のサインだったのかなっていうふうに考えることができます。で、ここもね、操作トップとは言いませんけども、ちょっと上を叩いて、 半円形を描くような段状態で反転を予兆してるかなと今見ることができるわけですよね。ということで、えー、月曜日から来る49週28日からの49週っていうのはあの上昇角ですかこちらを見ていくことができると思います大体この辺りまでとりあえずは上昇トレンドが続くんだなかろうかと思うわけですよねそうするとこの三角形がまたできるわけです三角形も今まで何回も確認しましたよね はい、じゃあ以上な形ですえ。月曜日からまた頑張っていきましょう。